こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回はセンス丸で暁強化打倒デッキいきたいと思います。デッキの方がこんな感じです。ゴロー、ルシファー、小川、友沢、立川で二次谷と、さあ行きましょう。ラッキー、よっしゃ、いい、ナイス、伸び。最高のスタートを切りましたね。小川早く来い。打球反応もいいでしょう。でも、友達と、あとは守備練習の踏み具合で打球反応取れたりする時もあるので、まあ、本当にそれ次第ですね。ラッキー。これゴロっすね。うん、まあしゃあねえな。で、虹谷もポイントがむちゃむちゃ大きいので、まあ踏めるときには積極的に踏んでいきたい感はあります。次から小川終えるかな。虹谷もったいねえな。バンバンなってるね、虹谷もね。ただ8月にもうゴロ2回踏めたので、これはかなり大きいですね。こっからバシバシ小川行きたい。なんでこんないねえんだろうな、不思議になるくらいいないんですよね。八島余剰にする。そうするか。これ何にもない、本当に何にもないよね。まあいいか、ルシファーの評価上げようっていう体でいこう。なぜいないんだ、誰も。9月の失速やばい。小川いるけどな、友沢なんだよな。いや、これは浮気できない。しかも友沢ごときで浮気できない。ちょっとイベントが起きないよ。まあこれゴロな、しゃれ。これですからね、一心不乱にいかんとダメですね。逃げんだもんな、マジで。これは変化にしましょうか。まあ、打倒もしっかりとね進めながら、気にしながら行きましょう。虹谷、まよし、ナイス、コンコツ。お、悪くないっすね。どうしよっかな。ここは体力回復にするか。切っていきます。で、いないよね。あー、ここすげー減らせるけど、みんな。ヤシマも減らせるし、まあ追求にしますか。うん、前辺は来るけど君たちじゃない。後イベが怪しいっすね。そして友沢福イベ1回ぐらい。立川、小川いるけど、うー、これは行きたくねえ。立川すげえいいとこにいるんだけど。
うん、立川だからね。行こう。逃げちゃダメだ。モテモテ早く。なあー、クソイベ。小川が来ればいい作戦、本当に。小川さん。うん、マイベは結構走りますね。ハトイベの方が怪しいね。いやー、頑張ってくれてるな。尻上がりもらったっけ。クソ。よし、体力回復がもったいないうんぬんではなくて、来たことにありがとう。もう一丁頼む。あー、いる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 。うーむ、辛いけどしゃあない。よし、これでいったんじゃない。走るね。さすがに行ったんじゃないか。わかんない、行ったかどうか。ま、進めますか。一ノ瀬終わってしまった。また始まったか。技術にするか。やめて。言ってるよね、小川さん。言ってますね。ここで倒してしまうとコントロールが上がるんだよな。ちょっと小川踏みますわ。まあ、できたら急速か変化で踏みたいっすね。まあでもぶっちゃけこれはいいぞ、言っても。まあ二宮いきますか。そろそろ頼む。よし、多分正月はまだ足りてないので、1回目のデートは済ました方がいいかもしれないですね。よかった。ヤシマ、1回目のデート済ましちゃうか、これか。ヤシいっちゃうか。びっくり出るかもわかんねえしな。でも出てくれたらかなり嬉しいね。行こう。うん、強化上げるしかないや。ほーんと、守るか。守る行くと結構いろいろ都合あるけどね。でも5ポイントだし、なんとかなるんじゃないと思っている。それマラソン勝ちやすくなるしな。行ってしまえ。いいっすね、二宮。減らしても減らしてもだな。これは言っていいっすね。次お正月なんでね。お正月じゃねえや、タイピンチかな。クイ、いやまあいっか、タイピンチにしよう。クイック無理だね。
小川さすがに来るだろう、1回目終わってたら。10-10だよ、だって上がんの。うん、来るね。あ、これはこっちの方が意義が大きいですね。頼むよ。よっしゃ、ちょっと運がいいかも。なんとかなる気がする。中吉以上は出る気がする。よっしゃ、こういう時は来る。素晴らしいぞ。あーっと3本松くんですか。でもこれ行った方がいいね。ハイスピン諦めか、なんか無難に行くならこっちでもいいですけどね。そんなに悪くも見えないしね。スクも行っちゃうか。シングルダックスからね、そんなに。スクも行っちゃうか。うん、いい金とかやっぱ残しておきましょう。まあケースバイケースですけど、当然。ヤッシー、よっしゃ、危ねえ、ギリだ。ちょっとこれ絶好調なんで結構打ってくると思います。なんとか40点頑張っていきたい。ちょっと甘めに投げるしかないんだよ。甘めに投げてばらつくのを祈るしかない。結構厳しめに投げるとすぐボールになるんで。お、割といけるぞ。頑張れ。スライダーにしよう。ストレート信用できない。オッケー、順調。いいよ、この選手いいよ。頼む、野手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 、頼む、来い来い。やった、めっちゃでけえ。祈りが通じて、しかも二宮余剰なんだけど。マジか、これは熱いぞ。激熱だぞこの選手。ちょっと熱いっすね。だいぶ熱い。次しっかり休めるかどうかも大事だけど、デートはないね。この回復で誰かが体力回復をくれればいいけど。あー、順調順調。あとは変化タックだね。オッケー、久々にいい流れと言える。デートじゃ回復しきれねえんだよな。ただデートしたい感はあるけどね。めっちゃデート回復しきれんよな。デートにする？ワンちゃん。でも誰も回復せんぞ。これは勝ちに行きたいね。これは普通に行きますわ。で、コンコツも一応3取ってるから、あ、まあいっか。これは待つか。これは待とう。これはやりすぎだわ。よーし、オッケー。これもイカリを打倒してるので割とチャンスあると思います。スコア
越しだね。次も来るからね。少しかな。ここもクソ行く？いやいや無理だね。危ねえ。よっしゃー。球速の方か。うん、ゴロを行って六本木7位だね。でいいでしょう。タックではないですけど割といい感じです。奪三振取っちゃいましょう。これコツ来てくれたらかなり大きいよ。タックじゃないけどね。どうしよっかな。友沢でもいいのかな。友沢だと変化ポイント確定なんだよね。ポカフェまだだしね。割とこっちでも立川か。ポーカーフェイス。あーまあこっちだね。打倒があるからね。オッケー。うん、どっちでもいいよ。順調。オッケーオッケーオッケー。3000点だけど目に見えない良さがある。この3000点五十嵐いっといてもいいかな。いやいや、立川追求っすね。素晴らしい。頼む、形にさせてくれ。こいつはチャンスある。結構うん、ここ全体的に下げといてもいいかもしれないですね。スタミナだし。これいっちゃうか。1か。さてこの辺からちょっと行きにくいぞ。この3人残り、サクッと八島行っちゃうか。これでも体勢を整えちゃいますか。で7位を1回叩いとけばいいだけの話だから。あといべやべえわこれ全然走ってねえわ。ちょっと体力回復に行きたいですね。あといべ前目もやべえな。走ってねえや。見てないわ。あーやべえ。これゴロ行きたいけどな。よし、これで3人体制。うん、結構もう好きに動けますね。頼む、イベント来て、イベント来て、あとイベント。やばい。後夢の気配ないね。そしてもう2人にした方がいいかな。ハイスピン。ちょっと早すぎるか。見切りが。トイベ。いやー。
くめくれ。くれない。お、いいっすね、強いわ。あといべ、あといべ、あといべ。よし、違う、あといべ。ダメだ、さっぱり気配ない。キレ取れないんじゃない。うん、今後通れましたね。いやー、こんね、これめっちゃでかいけど、もう見切る。さすがに、うん、このダブルでかいね。強いわ。ちょっと本当お願いしたい、いろいろ。うん、これは行きましょうか。まあ、なんとでもなるでしょう。すげえ。クソもったいないわ。打倒に待ち。よし、はいいっすね。伸び取ってるよね。安全圏、ポカフェ。はい。すごい強い。あー、ちょっと金得全然ないんだけど。マジか。前も後も誰も完走してない。マジけ。知ってる。福井部は来たよね、大体。立川1回目は見た気がする。友沢はゼロな気がする。西谷は全く覚えてない。から全力で走ってギリギリじゃない？いやー、2つともマックスなんだけど、なんとかしてくれマジで。マジかよ、ほんと頼む。あとイベ、走って。何したら走ってくれんのこれ。いやー、福イベ、金徳走ってくれ頼むから。うん、ラス1ですね、次で。
走って、そして重ならない。これだったらもう終わらし、まあいっか、ヨシバでいっか、さすがに早いわ。うん、頼む必要ない。オッケーオッケー、重なった。まあそりゃそうだよな。593って大丈夫だよね。まあ大丈夫でしょう。じゃあハイスピンと復活大きい。前指ゼロじゃない？ゴローは結構走ってた気がするけど、ルシファーって来てたかな。パトイベ頼む。でかい。いやーすげえ、マジ頼みたい。マジで頼みたい。もう160乗ってるんだけど、この時点で。いやこういう回で引けないのがきついな。これだもんね。頼む、イベント行って。いやもう全然シゲの頃強っ。なんなんだこいつ。金徳くれってマジで。金徳くれってマジで。ないんだけど一個も。虹谷行く？まあゴロ行った方がいいよね、コツ的に。スタミナ上げれますね、この感じなら。トイレ一切来ないわ。うん、根性いいっすね。一回目だよねこれ。マジけ。トイベ1個ぐらいくんね、コツ。金徳。気配ねえわ。マジで恐ろしい強いんだけど。いやーこれは金徳くれって。お待たせいたしました。5番。でもまあ、後イベは無理でしょうね。ちょっと前イベはゴローくらいは欲しいなって感じしますけど。じゃあ、ほんと金徳ゲーだなって思う。ああやりやがった。
うん、彼女と暁以外もらえなさそうな感じある。あーマジか。これ雰囲気ないな。いやー、マイベもリーチだけど、起きなかったらゼロだわ。強っ。練習果てしないハマってるわ。からの搬送するかも。精密だけ。うん、これスタミナ上げていいね。コントロールも A いけるわ。強い。クソ強いわ。うん、それだけに非常に残念ですね。残念でならない。こんな形で潰されるのは。お待たせ。甲子園まであと1周。同点のピンチを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で西尾、ちょっともう厳選やめようかなってなりますね。第3球をストライク、空振り三振。西尾全くタイミングが合いません。もう盆栽で遊んでようかな。初球空振り、タイミング合いません。第2球、このボールも空振り。159キロのまっすぐ。投球がこれから3球。ただこの時点で160でやっぱもう可能性しか感じないんですよね。あら、赤月大付属勝ち越しを許すわけにはいきません。ツーアウトランナー2塁という場面で曽根、今日は三振とセカンドゴロ、まっすぐ見送ってストライク。湯田、まずは簡単に追い込んでいます。次は1球目、次は5球目。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。本当に何とかして自動失点だから。 OK、さあ次行きましょう。なんとか勝てました。クソイベ、ちょうどよくなんもないっすね。ぶち込まれたんだよな、ホームランストレート投げたら。ある日、うん、OK ですね。もう甲子園か。小川しか組んなかったぞ、金徳。先行けますか。コツ2だから割と安いっすね。悲しみ悲しみ悲しみを本当にせよ暁は。暁大付属先制のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面で投入。金徳3つでどこまでいけるでしょうね。割と S 級くらいは乗るかな。おーい、アウトにしたから OK。 これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。第1球ストライク、膝元厳しいところ、いきなり160キロ。見送ってストライク、変化球にキレがあります。第3球は三振、最後は渾身のストレート。ユダの赤月大付属、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で立て。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げました、空振り三振、バッターアウト。ユダナイスピッチング。やっぱ招き厳選しないと無理かもしれないですね。これはゲッツーコースか。アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。
心起きなくサクッといけるわ。おお、素晴らしいダブル。もう一個覚えられる変化球。いやーすごいねすごいねーっても完全一言だけど。ランナー二塁なんで勝負してていいっすね。あーショート取れんか。ちょっと甘かったっすね、コースが。投げました。初球決まってストライク。いきなり160キロ。投げました。アウトコース低めいっぱいストライク。これはバシッと決めるしかない。空振り三振。ユダ見事なピッチング。ランナー2人を置いて迎えるバッターは池上。ここまで2打席連続三振。2打席連続三振か。第2球、2球目ストライク。簡単にツーストライクと追い込んだ。第3球をスライダー空振り三振。ユダ3球で仕留めてみせ。赤月大付属ここは結構背負いますね。ランナー1塁3塁という場面で福岡。第2球、2球目ストライク。投げました。完全に外れたボール。これは完全なボール球。カウントはワンボールツーストライクです。変化球空振り三振。赤月大付属ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で模擬。まあ金徳もそうですけど、そこでもらえるポイントも大きいですね。これで追い込みました。第3球をアウトコース低め空振り三振。やっぱイベントって必ず起こさないと難しいもんですね。第9直球ストライク。いきなり160キロ。第2球スライダー見送ってストライク。一球一球に魂を込めて投げ込みます。マウンド上は外角低めいっぱい見逃し三振。試合は完璧に勝てました。守備練行きたいな、できたら。ちょっときついけど。ポイント大きい。結構取れるやついっぱいあるんだよな。守備練行きてや。ラッキー。うん、終わってからでいいかもしんないけど、とりあえず金徳は取るでしょ。584って大丈夫だよね。まあ、ピンチ取るか。ピンチ打たれで、まあ大丈夫でしょ。これは失点するだろう。卒がね、そこで盗塁してくる。第9ストライク。膝元厳しい球でした。いきなり159キロ。
第2球、外角低めいっぱいストライク。第3球を空振り三振。ユダ見事なピッチングです。バッターは8番、見事なピッチング。第1球アウトコース低めいっぱいストライク。いきなり160キロ打ちました。これはサドウケイ、肩強い、掴んだら結構信頼できる。おっしゃ、金徳以外は大勝利でした。イベキャラから金徳をもらうことができませんでした。今回マネージャー除いて、結構ルシファー、友沢、虹谷あたりは道中のポイントもうまいんで、なかなか厳しいっすね。へへ、中継ぎでいいでしょ。エース更新はまずないわ。頑張ったんだけどな、結構1万出てるからね。急速安定取りたいけどな。緩急ちょうどいいね。両取りいけないよね。お、いける。どうしよう。そっか、逆境にしようか。じゃあちょっと待って、弾道が先だね。うん、じゃあちょっと考え直そうかな。どう考えてもここの2つ結構重いっていう話ね。第2変化取ってないのか、まだ。98、マジこれいけんの。うん、2号1余ってるからな。火消しになるのかな。じゃあただこれ取るともう取れなくなりますからね。何もかもダメだね。なんか減った気がするよな。要所取ってんのか、一応。でも結構強そうっすね。なんか気のせいかもしんないけど、いいかも。あと適当で。ああ、ちょっと待って、盗塁アシストが取れないか。はい、残念でした。こいつは非常に。
金徳さんで、金徳さんで S 級とかもちょっと化け物なんだけど。はい、言うことないっすわ。もう金徳あと5個乗っけられたので、ん ?5 個かな、うん5個だね。そうだな、まあ SS1 は硬かったかなって感じですね。ワンチャン SS2 があったかもしれないぐらいかな。そのもらえるポイントもあるんでね、という感じでございました。ちょっとまあさすがに無理でしたね。 S 級まで行っただけでもすごいなっていう感じでした。なのでまあ本当に暁は結構こういろんな難しさがあるなという感じですね。招きも守りも結構有限なものなので、なかなかこの強化期間に、持ち込み千丸引いて、まあ、やれるっていう機会は少ないかもしれませんね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、いやもう本当頑張ったので慰めていただければ嬉しいです。皆さんの高評価やコメントでね。はい、疲れちゃった。また次の動画でお会いいたしましょう。ちょっと今日は疲れてしまった。はい。